ヘイヒシュタット・アンデア・イシュは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのエアランゲン・ヘイヒシュタット軍に属す、軍所属し。このかつての軍庁所在都市は、主体ガーバルトの終焉部、エアランゲンとバンベルクの間に位置する。本市は、公式には25の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この都市は、 前世時代から知られた愛守川の土壌地にその起源を持つ。1003年に、ヘイシュタットは、シュバインフルト博エッセロから、古田修道院への寄進物として、初めて文献で研究される。1300年頃、ヘイシュタットは、都市圏を獲得した。その後、死を取り囲んでいた、防御策は、最後には、見えの感情の史壁へと発展した。都科施設として、 14世紀終わりに石橋が建設され、今日まで保存されている。この愛酒川に架か,かる石橋は、1391年に初めて記録が残されている。30年戦争中の1633年、平ヒシュタットは、スウェーデン軍によって完全に破壊され、後に復興した。平ヒシュタットの議会は、市長を含む25名からなる。ズガラ、銀字に赤い壁。 斜めになった盾が付けられておりその図柄は銀字に赤い釣り針。壁の上に強壁状の長部を持つ円筒。筒の基部には金色の上部が丸くなった開口部があり、そこから銀の斜め帯付きの赤い爪を持つ黒い獅子が見える。平日下と周辺には多くの池があり、養殖業が盛んに営まれている。ここで養殖された鯉は広く知られている。普通は、 焼き魚やブラウと呼ばれる煮魚料理にして供される。ヘイヒシュタットにある重要な工業企業はイナシャフラー KG の分工場である。イナシャフラー KG はベアリング製造においては世界的なリーディングカンパニーの一つである。ヘイヒシュタット工場では総数1300人の従業員が働いている。1952年のこの会社は従業員わずか14人であった。 19世紀の終わりにこの地に根付いた靴産業も現在では次第にその重要性を失っていった。フォルトゥーナ・マンツ州ファブリックは2004年に隣接する自治体に移転してしまった。工場の建物は工業の記念建造物として保存されている。今ではその周りをサービス業の施設や店舗が取り囲んでいる。小さいながら美しく歴史のある旧市街には 多くの絵になる風景や見どころが点在している。例えば、カトリック教会、泉トラートハウスのある、マルクト広場、シュピックス記念碑、郷土、シュピックス博物館、バロック様式の城、旧愛酒峡、首都、私立公園、エンゲルガルテンのある、美しい愛酒川、歴史的な支壁、ヨーロッパ最大の地下室のネットワークを持つケラーベルク、などである。 毎年愛知川沿いの草地で行われるカルチャー週間、カルチャーナイト、あるいはヤングフリーはドイツ最大の学生の祭典で平域シュタットで発展してきた。ありがとうございます。